その日は随分と平凡で当たり障りない一日だった。暇つぶしに聞いてたラジオからある話が流れ出すまでは非常に残念なことですが、本日地球は終わります。とどこかの国の大統領が泣きながら話をするまでは、学者たちは素晴らしい盾を打った。疑うよ、そこから